Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Real or hoax? Hutchison Effect. In Japanese, 皆さんこんにちは。ハチソン効果というのがあります。これはどういうのかというとですね、ジョン・ハチソンという方でですね、1979年に発表した反重力物体浮遊などの実験、一連の実験結果を言うわけです。それについて高知にお住まいのジリスさんという方からですね、まあ調べてほしいというかというようなメールをいただきましたので調べてみることにしました。で、ハチソン効果というのはですね、どういうのかというと反重力浮遊現象とかね、金属がぐにゃっと曲がってしまうとか、あるいはその金属同士がですね、まあ、融合してしまうんですよね。あるいは物質がもうボキッて大きな、いわゆるその金属製の非常に重い金属の棒がですね、バラバラにちぎれたように折れてしまうとか、あるいは一緒にして別の場所に移動してしまうとか、あるいは物体が透明化するかするとか、そういったその現象、もろもろのその現象を言うわけです。で、ハチソンという方はですね、一連の現象は電磁波、いわゆるスカラー電磁波っていうのがですね、ヴァンデグラスグラフで発電機に作用して、そして零点エネルギー、ゼログラビティですね、働きかけることによって物体の浮遊というものを引き起こすんだということを、まあ、説明しているわけであります。なるほどと言いますかね、よくわかりませんが、私はこれは、まあ、この話はずいぶん前、79年ですから、私がまあ30歳頃にですね、まあ、話は聞いたことがあります。まあ、その時は半信半疑でして、それからずっと、まあ、考えたこともありませんでした。で、今日改めて、まあ、ジリスさんという方にですね、そういったそのメールをいただきまして、もう一度この調べてみましたら、今は大変便利な時代でして、こうしてインターネットですぐもう調べることができる、またその映像をですね、入手することができるんですよね。で、それをちょっと皆さんに見ていただきたいと思いますので、どうかご覧になってください。いかがでしたでしょうか。で、この皿が回転するところに私は注目してみました。で、子供の頃コマ遊びをしたものですから、この第一、このコマの回転にしては非常に遅いなぁと、お皿がゆっくりと回っているのが分かりますよね。ですからコマの回転にしては遅いと、そこでまあ自分でコマを作ってみて実験してみましたが、やはりコマの方が先にというか早く回るんですよね。そしてその外の揺れる回転速度というのはやはりそれよりは遅いわけです。ですからこれはコマではないなと。コマのように下にね、そこに支点があって、それをこう手で回したわけではないなというふうに思いました。まあ実験がまだ十分ではありませんけども、コマにしてはそれ自体の回転が遅いということです。遅すぎるということなんです。
で、まあ、よく見ますと、外の揺れの回転と中のコマの回転が同期してますね。それから、まあ、もう一度やってみますけども、ですからコマではないと。まあ、ほぼ結論付けていいんじゃないでしょうか。そこで今度は自分で皿を回してみます。これがうまく回らないんですね。やってみます、実際に。ゴテ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 しまして。で、4倍速でやっていますけども、こういう動きになるんですよね。ですから、両手で持ってやればもう少し上手に回るのかもしれませんけども、それでも、やはり不安定な回転になるんですよね。で、これとこの方法でもない。で、唯一考えられるのは、天井からですね、紐でぶら下げておいて、それをこの回すという方法なんですよね。この方法ですと、先ほどのその、ハチソン効果の回転と非常によく似てるんです。回転と、それから外の揺れとが同期しますね。ですから考えられる、まあ唯一の方法はですね、これ逆さまにこう、お皿をぶら下げておいてですね、吊り下げておいて、そしてゆっくりと回すということですよね。まあゆっくりというか回して、それを、カメラを逆さまにしておいて、写真を撮って、そして後で、再生すると。そういう方法なんですね。これが唯一、まあ、ハチソン効果の皿の回転を説明できる良い方法、なんて言いますか、方法ではないかと思うんですが、だからといって、まだハチソン効果が、実際に起こったのか、いたずらなのかという結論は出ないでいます。また実験を続けてみたいと思います。Thank you very much. Bye.